はい、というわけでソウルのギャラクシーアンパックの会場に来てみましたという生配信でした。私は入れませんので、まあ、こんなとこ行ってぐだぐだいてもしょうがないので、なんか美味しいもんでも食べ行きます。ではまた。あらか、よさげではございませんか。お、いいじゃんいいじゃん、クラフトビール屋さん、ナイス。会場のすぐ隣にあのギャラクシーアンパックの会場のすぐ隣にあったでいい。ゲストビア、ペールエール、IPA、スタウト、ヘルズ。まずペールエールからいっか。デフグラス、カングラス、ミノリック、590。まあまあ、まあまあなんじゃないですか。420、まあでもどうせならグラスででっかいので飲みたいかな。あとフード、んー、なんか頼みましょう。きたー、ビールをチンチンに入れててうまそう。いただきます。あー、うまい。あんまり旨味はないな。ファーストアタックでちょっと甘みがあるから。なるほど、ソーセージこういうやつか。これはうまいよ。タコってこういうのか。なんかちょっと想像してたのと違うんだけど、なんかマリネっぽいのが来るのかなと思ったけど、まあいいや。これで切ってみた。かなりプリプリしてますね。ちょっと磯の香りがするかな。これで美味しいです。2杯目はスタウトにしてみました。これ好き、うまい、これうまい、うまい。あの、なんていうの、ちょっとカラメルっぽい感じがいいね。見てわかる通り真っ暗ですが、現在朝4時18分です。昨日ね、生配信ギャラクシーアンパックの裏配信をやった後、もう眠くて寝ちゃったんですよね。でもう朝、今日は7時頃、ホテル引き払って空港を向かわなきゃいけないので、まあなんか韓国らしいもの何も食ってないんで、この朝4時から焼肉食いに行こうと思います。なんか女性の写真があるチラシがいっぱい落っこってんだけど、これなんだろう。24時間スーパーがあるな。後でちょっと寄ってみようかな。 Google マップとかだとあのお店っぽいんだけど、でも本当に開いてるね。韓国の信号すごいな。この歩道の縁石下がったところに LED が仕込んであって、まあ LED かどうかわかんないけど、ライトが仕込んであって光ってんだね。で、向こう今点滅してるけど、青の時は緑なんだ。こっちもこれ緑になるところかな。こっち信号長いな。お、買った。おー、緑になった。へー。で、多分ここ。あ、開いてる開いてる。カード使えるかな。開いてた、よかった。おお、これ、これね。ビール、ビール。よいしょ。
うめ、うますぎる。おお、もう来た。豚肉しかありませんよって言われた感じ。なんか薄切りか普通切りかみたいなのも聞かれたんだけど、とりあえず薄切りにしてみました。ただね、なんか2人前からなんだけどって言われたけど、うん、2人前でいいよっていう話をして入ってます。エリンギは焼くんだろうな。よし、じゃあ焼こう。そう、韓国といえばこれね、小鉢でキムチとかが出てくると。味噌とごま油だよね。おお、いいじゃん。豆腐うまい。あとキムチ、うん、うまい。あ、これも作るんだ。はい、すげえな。スープも作るんだ。熱々のスープ、チゲっぽいスープが来ました。2人前、これでいくらなんだろう。まあカード払いだからいいや。お肉たっぷりよ。大丈夫かな。うまい、うん、うん、うまいよ。アサリとかが入ってて、アサリと豆腐が入ってて、あとキュウリというかウリっぽいもの。うまい。わ、食べた、美味しかった。まあ2人前だったんで結構量があったんで、副菜いわゆるキムチだなんだはちょっとそこまで食べられなかったですけど、美味しかった。2人前ビール2本頼んで4万8000円だから5000円ちょいぐらいですかね。2人前だったら2500円なんで、まあかなり安い方じゃないかな。美味しかったですね。若いお姉ちゃんが朝からチャムシル決めて、焼肉決めてって感じだったんで、いいね、カンナム。これがカンナムスタイルですかね。お腹はいっぱいだけど、ちょっとこの24時間スーパーを覗いてこう。入り口にメロンと桃が置いてある。飲み物なんかも潤沢に売ってるからいいですね。今回ね、東横インカンナムにちょっと泊まってるというか手配しているので、そこから歩いて3分ぐらいかなの場所なんで、まあ、もしその辺泊まる場合があればこのスーパーいいですね。うん、お酒も潤沢に売ってるしね。こもるにはいい感じだろう。まあもうちょっと今日もう帰るからいいんだけど、
たい焼きアイスを買いました。5000いくらだったんだろう、ちょっと値段わかんないや。